もピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。あのね、さっきまでね、家の中でさ、もう一人カラオケをね、もう大熱唱してて声途中でガラガラになってしまったらね、申し訳ないんですけど、早速やっていきましょう。1の1、簡単なコースだよ。うわ、簡単くせえいやこれ1番取りたいで、ね、なんかルイージめっちゃ挨拶してきてくれるで、ね、知り合い、お知り合いですかね。ほっ、簡単、いや簡単だけど、ちょっと待って、いや、あの、言い訳していい？これ負けたら僕言い訳します。はい、どんな言い訳かと言いますと、今めっちゃ手がかじかんでるんですよあ、待って、マリオ、それマリオいるでしょ。マリオどこ行ってんの。いや、奪おう、マリオから奪、うわ、奪い待って、マリオマジで待って、マジマリオ、いや本当マリオちょうだいよそれ本当マリオ怒るよ、お姉ちゃん怒るよ、そんなことお母さんから習ってないでしょ。早く渡しなさい、人のものを奪っちゃいけないよ、早く渡しなさいって。どこ逃げてんの、ドーボーと一緒ですよそれうるせえ俺速攻うるせえ。待って、本当マリオが渡してくれないんですよね。キノピオ、あ、ナイスナイス、キノピオ踏んで、何やってんのいや、え、マリオ踏んだの、あのタイミングで。いや、マリオ下から行ってんのか、行き止まりであってほしいね。あ、オッケー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 、いや、ワンチャンリオよっしゃやべえ一戦目から喉いってもうはしゃぎすぎたね。あね、めっちゃ今更だけど、みんな聞きたいことがあるんですよ。回答はですね、コメントしてほしいんですけど、ゲームの音量に対してさ、僕の声大きくないかなと思って、まあ、それめっちゃ気になってるんですよね。なんか結構意見分かれる人いると思うんですよ。ちょうどいいっていう方もいればですね、ちょっと大きいみたいな、まあ結構意見分かれると思うんですけど、ちょうだいちょうだい、オッケーオッケーオッケー、これぶっ壊していこう、上からぶっ壊していった方がいいのかな。あ、マリオ上からの作戦だね、僕下から作戦いきます。あっ、上から作戦いいね。あ、待って、これ乗っていく、まだ先でいると思うんですよ、このクッパクラン。お、やられたね、キノピオ。ポケオコクッケ、よっしゃ横取り1位、横取りしました。このまんま先行こうか、上からの方がね、いい気がするんですけどね。お、ここで鍵ゲットして、これ、右行っていいでしょ、多分ここ鍵入ったら戻りそうなんですよね。おし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 、オッケー、いや、マリオが、マリオが早い、マリオまず早いね。おっしゃやったマリオ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、タコワサ754、タコワサ好きなのかな。決めた、今日の僕晩ご飯カップラーメンにしよう。よし、一番最初取ります。だいたい上手い人ね、これ一番最初のヒップドロップうわ、いや、こういう人多いんですよね、一番最初、これ僕最初アイテム取っていこう。あ、どんぐーに来た、これ熱いよ。じゃあ、オッケー、このまま行きますね。なんか、なんかのね、モデルっぽいコースだね、ニュースーパーマリオブラザーズ 3D みたいな。いや、なんて言ったのなんて言ったのニュースーパーマリオ 3D、 いろいろなんか混じってんなこのまま行きます。うーわ、ここであれなくしたの痛いな。まあいいか、3人じゃん、久しぶりだね3人。お、運んでってくれるんですか。あ、よし、あ、待って、運んであげようか。うーわうーわ、この弟、ダメな弟だ待って、これ上から行きます。うわ、邪魔くせえ邪魔くせえ、この弟。オッケーオッケーオッケー、うわ早いな、ジャンプ上から行きます。これあれだよ、中間取った方がいいパターンだったね。いや大丈夫、いや、いらないいる待って、花、うわ、中間ポイント取っておけばよかったね。なんかこっちに来てくださいって言ってる、ゴールじゃないこれ。さっきここでやられんかったらもうゴールあったんかな。うわ、花またもう花邪魔する、ちょっと待って、はっ、ちょっと待って、ちょっ、花、マルチプレイヤーレースのエネミー、あ、しゃがんだらこうパフパフやるんだ、パフパフ、みんなパフパフしよ、パフロ、みんなパフロ、赤いきます、わたち、みんなパフロー、みんなパフローや、ノリよくないねみんなルイージだけ1パフ、あ、これは私マリオでしたね。あ、これ勝てるよ、これ多分勝てるよ、横スクだったら大体いけます。あっ、いや下、これ下、オッケーで次下、でもう下下下しか行ってね大丈夫か、一番遅いじゃねえか、一番遅いじゃねえか、うーっ、キノピオ早え、待って、これ勝てると思ったんだけどな、これあんまり近すぎるとダメなんですよね、あんまり近すぎちゃうと氷が1個残っちゃうんですよ。うわ、キノピオマジ早くね、うわ、ショック抜いた、連打なら負けますよ。オッケー、抜きました。エラー404、コースノットファウンド、
なんかパソコン Windows のパソコンでなんかああいうの出るよね、エラー404みたいな、まあ謎のなんかちょっと怖いやつ、そういう感じ、まあ、そういう感じじゃないと思うんですけどね。さあここでうわファイヤーとファイヤー取っていきます。あ、あれファイヤーなかった、あ、ここか、ここにファイヤー出てくるの。あ、待って、エラーってる、待って、私の任天堂スイッチがエラーってる、大丈夫ですか。あこれしゃがんでいけねえのか待って、ほんと難しいなこれ。なんかブブー言われてますけど、あら、一番右のマルルっていう方、もしかしたらお知り合いかもしれないんですよね。ちょっと待ってね、ツイッター見ていい、ちょっとツイッター見るね。あ、フォロワーの方じゃん。あ、ちょっと早っ、待って、あ、待って、ツイッター見てた。あ、また来たね、マルルさん覚えてる？みんな、あのマルルさんってね、ルイージであのドッジボールっていうサムネの人なんですよ。一回挨拶してみる。マリオ、わかる？ピアキングですよ。おははは、わかってらっしゃいますね。よろしくお願いします。さっきは負けましたけど、いや負けてないけどね。いやー、登る系のステージ、マルルさん、これは私得意ですよ。ちょっと待って、ま、マルル待って、ほっ、押せー、押せー、こんなんじゃない、違う違う、みんな違う、これちょっとあれあれあれよ、本気じゃない苦しすぎ待って、いや違うんだって、ほんと違うんだってこれ。いやまだね、でも抜けるチャンスありますよね、ほらね、結構ほら、これあれだね、一番飛ばしいいね、これはあのキノピオがめっちゃ速いパターンだね。ほっ、オッケーオッケー、こっからキノピオ抜けばいいんでしょ、そうしたら多分大丈夫。はい、うわむずけ、ここちょっと待ってね、バナタちゃん、オッケー、そしてもう一回、いやーこれは勝てるかな、どうなんだろう、はい、うわこれ右からだね、右から行ってじゃあこんな感じ、オッケー、よしで左、あ待って、まだ続いてて、待って、これ大逆転劇をみんなに見せたい、これ右だね、右右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 右、よしじゃあで降りる、マジで降りるパターンですか、いや大丈夫、オッケー。あ、待って、降りよう、早く早く降りよう、さっきと、うん、邪魔くせえこのリフト、うん、よし、いや待って、ここ真ん中綺麗に降ります、よしで左で右、うん、早え、マジで、あのキノピオマジで早い、もう待たない、涙流してる、多分取られたんだろうね、いやよくあるよね、待って取られるパターン、これで最後にします、これで勝って終わろう。あ、これ一番左熱いよ、これみんな先急いだらやられますよ、多分左が熱い、ここが正解。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。